この封印、私たちに解けるでしょうか。この際、そいつは後にしてドラゴンオーブだけ持っていこう。ダメよ、一緒に連れていくわ。こんなでかいの、どうやって。これを使えば。これって水鏡よ。シルメリアに聞いたことがあるの。遠くの相手と話をしたり、物を入れて移送できるはずよ。ここに飛び込めばみんなまとめてミッドガルドへ戻れるってわけか。急ぎましょう。待て！まだ嫌がったのか。騒ぐな。ここで争うつもりはない。力を借りたいのだ。そりゃ虫が良すぎやしねえか。シルメリアを救うためでもか。シルメリアはオーディン様と共にレザードに連れ去られているのだ。そんなデタラメで騙されねえぞ。お前たち見てなかったのか。あいにくそんな余裕はなかったからな。だがレザードがオーディン様に神の技を発動したのは見たのだろう。本来人間には成し得ぬ技ではあるが、知識と力が揃えば不可能ではないらしい。賢者の意志が及ぼす知識とシルメリアの魂の力、レザードはユグドラシルの外に新世界を創造し、その地に逃れている。新世界。王は閉じた時間軸を作り、死の運命から逃れることを望んでいます。神界、人間界、冥界、そのどれにも属さぬ新たなる世界樹の創造、すなわち神々との決別。やはりディパンの研究は完成していたのですね。そのようだ。おそらくあの者は王子の秘宝も得得しているだろう。強敵だな。お前一緒に行く気か。当然だろ。オーディンがどうなろうと構わないけど、あんな危ねえ奴を放っておけるか。頼もしい。ブラムスの封印を解いてください。そしてドラゴンオーブも。それが条件です。人間が神と駆け引きとは許せない。力の差を思い知らせてあげるわ。